なり徳川の使い番たり五の旗印掲げるところに服部党あり清康公の恩義に応え暗中飛躍の影奉仕各言う我は大事を助ける草の者伊賀忍将服部半蔵正成生まれのこのわしが15で殿に救われる正義と忠義を胸に決め赤い甲冑身にまとう先方は譲らぬ命は惜しまぬただ全身あるのみ戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政参り源氏車を身に背負い旗印には無の一字我が策は数多の武士を奮い立たせ我が剣は羽柴の軍を追い詰めた幼き頃より家康公に仕え地有賢美の将と歌われし我が名は榊原康政いざ押して参る幼き頃よりお仕えし家康公の片腕と三方ヶ原での陣太鼓長篠での奇襲戦数多の戦を指揮する東三河の旗頭我が名は徳川四天王酒井忠次剣山皆様グレート家康公青森武将隊
びっくりするわ。いやいやいや、ちょうど昨日ですね、雪の降ったこの岡崎を広めるべく蘇りました。我々グレート家康公青い武将隊と申します。ありがとうございます。今日は集まっていただきました。はい、ありがとうございます。本来はですね、この土日祝日は、全員で8名の演舞をこの岡崎公園で行っておるわけでござりますが、本日は園外への出陣もござりまして、この4名での演舞となっております。そして11時と午後の部は2時から1日2回そうなんです、はい、行っておりますのでね、ぜひぜひお越しください。そして平日も我々はこの岡崎公園におりまして、みなみなのおもてなしをしておりますので、そしてその平日はですね、13時、お昼の1時からですね、どの武将かがこちらにあります家康か歴史館のようなものになるんですがね、こちらを一緒に回ってツアーを行っておりますので、ぜひぜひ平日もお越しくださりませ。そしてこの家康館なんですがね、ちょうど最近また新しいイベントが始まりました。日本と世界に誇る極限の美ということでございまして、中にはですね、いろいろと珍しいですね、刀などが展示されております。そこに何やら筆頭にゆかりのある日本刀も飾ってあるということでございますが、わしの太刀が飾っております。こちらはですね、獅子切りの刀といいまして、なんと徳川家康公の前で獅子を飼ったといわれる刀でございます。こちらはですね、冠の車が2台ほど買えるほどのお値段となっております。欲しい方はぜひ家康公に。買えるんですよ。買えないでしょ。販売はしてませんので皆さん、間違いのないように。価値はそれぐらいということですね。ありがとうございます。もうその刀はですね、こう入ってすぐ右の、まあ、企画展のところに飾ってありますので、ぜひぜひご覧ください。そしてまたザーッと進んでいきましてね、最後の方にもまだ刀が飾ってあるんだけども、そちらには多分皆も知っておるかと思いますが、ブローニ剣士。ブローニ剣士、似ておるか。さあでございます。誰じゃっけ、タケピョン、日村謙信殿です。そうです、そうです。はい、その日村謙信殿が、相手誰じゃろ、その、あ、じゃあこれ師匠誠殿。全然情報入ってないですね。その謙信、いいの、笑ったから、それでよう教えようと思いましたね。大丈夫、ルローニ謙信というワードが大事です。そうですね、このルローニ謙信、そう、主人公が謙信が、謙信が、はい、折られた、はい、謙信の刀を折った刀が展示してありますので、あ、それは師匠誠殿じゃなくて宗次郎殿ですな。宗次郎、はい、その部下のね、そうでございます、はい、作中に出てきた刀が展示してあるんですか。正解、はい、もうほとんど後ろが言った今、全部後ろ。あの、ね、坂場島でも飾ってあるかなと思ったぐらいじゃん。ね、こんなこともあってわしだけ大名になり損ねたんだと思います。唯一の発展国ですからね。はい。いや。普段ね、わしらこんなプラプラしとるわけじゃないから、今から見てもらうのは本当にかっこいいから。一番プラプラしとる。でも違いますね。はい、申し訳ございません。失礼いたしました。確かに失礼いたしました。心も体もプラプラしとるわ。それではまいろう。シン・クイストード・イザ・出陣。
はい、せーの、はい、犯人、犯人、犯人、
じゃあ入ってないですから大丈夫です今2回に増えましたけど0回でもおじいちゃんが説してました、はい、あそっちだ申し訳ない、はいはい、そして堪忍ポーズ2つ目はい、はい、このピースを目の前に堪忍堪忍堪忍今度は反対堪忍そして堪忍じゃあこれが堪忍ポーズ2つ目こちらも流れで参りますせーの堪忍堪忍堪忍じゃはい皆皆さんお見事でござりますはいふぃーよいしょじゃあライブだあとで休憩の時間にやりましょうはい、休憩しますはい、他の踊りも大変簡単になっとるからねはいお主も踊れるよきっとな見ながらでも結構です一緒に踊りましょうどうしても踊れんよっちゅう方は手拍子だけでも結構でございますので、はい、ぜひぜひご参加くださいということで堪忍踊りスタートさあそれでは皆の衆手拍子をそうあれなおの堪忍する堪忍はいよっしゃそして先日バカは風邪をひかないと言われておったのにわしは風邪をひいてしまったということはわしはバカではなかったということが判明したということで皆さん風邪はひかないように
体を温め、お過ごしくださいませ。はっ、それでは勝ち取りで締めたいと思います。それでは参る、勝ち取りだ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうさんじゃ。こちらに並びますので、皆様お手持ちのカメラにて、写真の方を収めくださりませ。右手真ん中左手三方向姿勢をお送りいたします。なのですな、本日は入れ込みの写真撮影はですな、わしら武将他の、戦がございまするゆえに、本日はなしということにございまするが、皆様ご了承くださりませ。それではまずは皆様から見て右手方向、ちなみに酒井殿は決してバカではございません。はいバカではございません。バカじゃございません。バカではございません。ご自身ではねとおっしゃるけれども、はい、バカではございません、はい、ここでも証明されたからね、はい、少し落ち着きがないだけでございます。そうです、逆に心配になりますあえて言わなくてよかったんじゃないですかバカだと認識されてはね、バカだ、バカだ、どうするんだろう、ちょっとボケが始まってるだけだと思います。一番年配ですから、ね、はい、最後ね、はい、一番偉いから、ね、はい、もういいよ、一番偉いから、ね、はい、もういいよ、はい、我々なんかとても口を聞けるような身分の方がありますよね。家康公より15歳としてるんですよ。そうそう、だからちょっとボケが始まってるんですよ。ご視聴ご覧くださりまして、皆様誠にありがとうございました。ありがとうございました。